こんにちは。月に一度ゲットゴールヴィッセルのコーナーです。一週前倒しで今回はお伝えしてまいります。さて、はい、ご覧ください。今日、まあ、なんかあのヴィッセル今年はグレードがアップしたんちゃうかということで、もうね、キャンプから私取材しますけど、今シーズンほどいけるんちゃうかと思わせるシーズンはないというぐらいね、素晴らしい。もういい形でスタート綺麗だと思います、はい、早速戦績ご覧いただきましょう、うん。リーグ戦ナビスコカップそれぞれ2試合ずつ戦いまして2勝1敗1引き分けという成績で、特に圧巻だったのはですね、3月15日ホーム開幕戦のリーグ戦、去年5位の川崎フロンターレに4対1とレアンドロハットトリックで勝ちました。大久保選手もね、初得点挙げて、まあ本当ね、この試合も本当攻撃陣ばっかり目立ってたんですけども、実はディフェンスの頑張りあってのこの勝利だったと思うんですよね、うん。で そこでですね、今回はですね、そのディフェンス陣の中から、この方背番号25番石井ビッツと呼びます。石井陽介選手、ビッツと呼ぶんだそうです、はい、ご紹介したいと思います、今年3年目なんですけども、去年から右サイドバックのレギュラーに定着して、まあ、もう今年ももちろん右サイドは石井選手でスタートしています、まあ、チームではね、いじられキャラで非常に明るいキャラクターなんですけども、どんな選手なんでしょうか、お話を伺ってきました。よろしくお願いします。お願いします。まずまだ今シーズン始まったばっかりなんですけども、はい、ここまでの手応えというのはどんな感じですか？そうですね、チームの雰囲気もすごくいいし、まあ、結果として現れているし、うん、まあ、この間名古屋戦はちょっと残念でしたけど、すごくいい感じでリーグをやれてるなという感じです、うん。あの今年は石水選手、はい、最初からレギュラーで出てますけども、はいはい、常にどんなことを心がけてプレーしてます？はい、まずはやっぱり集中して、まあ、最近あんま緊張しなくなったんでいい意味で、まあ、すんなり試合にも入れてし、やっぱ出だした頃はやっぱ緊張してビビってた時もあったんですけど、まあ、最近は冷静に結構できてると思います。まあ、去年1年ずっと試合に出てて、はい、今年もレギュラーで出てて、こう右サイドバックとしてどうあるべきだみたいなのはある程度こうできてきました？はい、そうですね、やっぱ自分の持ち味はやっぱ攻撃なんで、そこの点につながるようなオーバーラップしていってクロスだとか、そういうのには常に心が、やっぱ守備では1対1で負けないとかっていうのですね、失点をしないとか。あ、ビッツこんなプレーしてるから調子いいのかなみたいな、バロメーターみたいなのってあります？僕ですか、うん、どうですかね、そういうのは特に意識はしてないですけど、やっぱ走ってなんぼなんで、試合中にサイドバックはだからもう常に走って、相手より多く走ってという感じですね。そうすると、まあ、こう右サイドを結構行ったり来たりしてるなっていうようなプレーがあるときは、調子いいんだなって思っていいんですか？はい、そうですね。一人暮らしを去年から始めたそうで、はいはい、どうですか、一人暮らしっていうのは？やっぱ快適ですね。ほうほう、はい、どんなところが？やっぱ、まあ、寮やったんで時間に縛られてとかあったんですけど、やっぱ一人になるとやっぱ自分の時間が増えるっていうか、自分のリズムでやっていけるから、だからいいですね。あの自分の時間何してるんですか？まあ、リラックス、本読んだり雑誌見たりテレビ見たり DVD 見たり、あとは寝ることですね。あ、食事面とかも考えると大変だと思うんですけど、はい、ですよね、はい、でもそれでも一人暮らしの方が、そうですね、はい、ご飯食べに行く人も国さんとかも結構近くなんで、定食屋さんに夜集まってとか、ね、うん、そうなんで、はい、こう生え抜きとして思うことみたいなところっていうのはありますか？はい、まあ、最近そういうの言われ出してきて、あのイヤーブックとか載ったりしたんで、やっぱり初めてのチームが神戸なんで、常に神戸のためにっていうのは思ってますね。はい、じゃあ、今シーズン、清水選手、はいはい、どんなシーズンにしたいですか？そうですね、やっぱチームが掲げる目標に貢献できるように一試合一試合大切に戦っていきたいですね。個人的には何かこう数字的な目標みたいなものはありますか？やっぱりゴールにつながるようなボールをいっぱい、クロスボールを上げて、なおさら勝てたらいいですよね、それで。
はい、ということで、まあ、非常にね真面目な選手で、うんまあちょっとね、でもいじられキャラやの分かるわ、だんだん。あ、そうですか。逆にでもムードメーカーでしょ。そうですね、チーム内でも本当にムードをこう盛り上げるような役割もやっているということで、ね、まあ生え抜きですし、将来のヴィッセルを背負って立つような存在にね、はい、ぜひなってほしいと思います。めっちゃ優しそうな感じの方ですね。そうですね、本当にもう物腰も柔らかくて、ね、さあそれでですね、はい、今年もですねこのレプリカユニフォームに取材した選手のサインをどんどん書き加えていただきまして、今シーズンの終わりに皆様にプレゼントしたいなと思っておりますので、うんはい、お楽しみなさってください。わかりました。それではヴィッセルからのお知らせです、はい、まずはあさって30日の岩田戦、ホムスタで応援しましょうということで、スタジアム場内のミニ FM ヴィッセル FM が今シーズンからリニューアルされました。これまでの試合実況と解説に加えて、キックオフ1時間30分前からサポーターコミュニケーション番組 V ラジが始まります。ぜひお聞きになってください。ヴィッセルカラーを身にまとってスタジアムで応援するコンフィット T シャツがあさっての岩田戦から発売になります。キッズ向けの110センチから LL サイズまで、お値段は3500円とお買い得です。しかも30日にスタジアムで購入されたお子様には、当日の選手と入場していただけるエスコートキッズに参加できる抽選会も開催されます。抽選は午後3時開始ですので、ぜひ足をお運びください。そしてもう一つです。モバイルファンクラブ特設ブースで開催しているキッズ MFC ポイントチェックにご参加の方の中から、抽選で4人の方に試合終了後のヒーローズランに参加していただけます。選手と一緒にピッチで喜びましょう。なお、ご紹介したイベントにつきましては、今日更新されますヴィッセル神戸ウェブサイトにてご確認ください。金曜いただきプレゼント、今回はですね、あさって発売されますコンフィット T シャツを、背番号13番大久保選手の、レプリカを、1名様にプレゼントいたします。 L サイズです。はい、これがプレゼントになります。こちらの宛先までどんどんご応募ください。以上、ゲットゴールヴィッセルでした。